目の前に来てくださっているお客様いらっしゃいますので少々お時間いただきまして、まもなく、式典をスタートさせてまいります。ぜひ拝殿前の楼門の外の皆様ですね、この後拝殿前にて式典を行いますので皆様と共に乾杯をさせていただきたいと思っております。どうぞ会場の楼門の外の皆様拝殿前にお越しくださいませ。それでは皆様本当に寒い中笠間市乾杯条例制定1周年記念式典にようこそお越しくださいました。開会の言葉を笠間市地酒を笠間焼きで乾杯推進協議会川野和康副会長より申し上げます。皆さんこんばんは。ただいまより笠間一斉乾杯の式典を開催いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。主催者を代表いたしまして、笠間市地酒を笠間焼きで乾杯推進協議会会長須藤源右衛門より皆様にご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。今日は温まりましょう。実はですね、ちょうど1周年を笠間で今年迎えることができました。東関東で初めての聖酒で乾杯条例です。非常に多大な皆さんにご尽力いただきまして、こちらの上座の方にいらっしゃる皆さんに多大なるお力添えとご指導いただいてやっと、去年の12月19日に乾杯条例を制定することができました。これもまた、様々な市民の皆さんそして県民の皆様の、お力添えを頼むと厚く心より御礼申し上げます。笠間焼きと酒蔵がコラボしたこのような会というのは全国の数少なく少ない存在でございます。ぜひこれをですね、地元の良さを機にめでていただいて地元の良さ、楽しさ、素晴らしさそれを、いろんな方々に知っていただきたいなと。今回は、磯さん一生懸命やってくれてインターネット TV でですね、全世界をちょっと発信しようということで世界に発信して、の良さを知っていただいてこれが全国広がって全国の天が目になってでさらに、最終的には、和食が、ユネスコの無形文化遺産となったと同じように日本酒も、世界の無形文化遺産にしようではありませんか。いかがですか。世界の無形文化遺産ありがとうございます。ぜひ皆さんの力をお力を返してですね、ここにとどまらなくさらに日本の良さ日本の、日本酒は海外のフレンチのレストランとかイタリアのレストランでお使いいただいてます。すごい高い評価をいただいてマスターワインとかあるいはロマンコンティっていうところの社長さんなんかも一緒に驚いております。この良さをさらに皆さんと一緒に、世界に伝えて本当の美味しさ伝統というものを次の世代に皆さんで残していくことが我々の使命かなと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日はぜひゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。ぜひね、今日は笠間から世界へ、全国へ発信していきましょう。それではここでご挨拶をいただきます。笠間市議会議長、小園江和美様にご挨拶をいただきます。条例の制定にちょうど1年前になります。ご尽力をいただきました。本日は笠間市議会を代表いたしましてご挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。乾杯条例、施行1周年記念式典は開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。笠間市には地場産業でありますところのまた国指定伝統工芸です。伝統工芸の笠間焼きまた古き伝統を持ちます酒屋さんが4軒ほどございます。そうした中で4軒ほどございます。そのような中で私どももこの乾杯条例を制定するに
かりまして、もう一つ、陶器、日本酒の需要が、消費と申しますか、需要消費がもう一歩のところがございまして、機会といたしましても、これは一条なすべきだという判断のもとに、昨年12月の定例会におきまして、全会一致をもちまして、当条例を制定したところでございます。その条例を制定いたしましたことによりまして、少なからずも近隣町村をはじめ、県下の町村にその影響と申しますか、波紋は投げかけたかなと思っているところでございます。また日本食ですか、和食が世界文化遺産に登録されました。このような中で造り酒屋さん4蔵とも時代に即したワイン風の日本酒を醸造していると伺っております。そのようなことから、これから日本酒の方も需要も伸びるのかなと思っております。推進協議会の皆様方には、そのようなことを加味いたしまして、日本酒のほろ酔い期限と申しますか、あまり合わせず、じっくりとこの推進運動を進めていただければと思っております。機会といたしましても何らかのお手伝いはするつもりでおります。今後とも販売条例が隅々まで行き取ることを願って、簡単でございますが挨拶といたします。ありがとうございました。続きまして、茨城県商工労働部部長斉田洋介様よりご挨拶をいただきます。商工労働部はお酒の製造、また笠間焼きなどを担当する部署でございます。お願いいたします。皆さん、県の商工労働部の斉田と申します。本日は、笠間市の乾杯条例、施行1周年記念式典が、このように盛大に開催されましたことを、心よりお祝い申し上げます。またこの条例の制定に関しまして、ご指摘を賜りました、山口市長さん、それから園江議長さん、それから須藤会長さんをはじめ、関係者の皆様方に対して、心より敬意を表する次第でございます。さて、茨城 の時代でございますが、最近は評価が高まっております。毎年春に新市の全国環境会がありますが、今年は、茨城の魚が金賞を11個取りました。全国順位だと7位でございますけれども、金賞を取っておりまして、この順位を押し上げることに貢献いただいております。で、先ほどこの宮城県ですが、金賞が15個ということで、茨城県11個でもうさほど差がなくなってまいりました。追いつき追い越したいというふうに思っています。そういう中でありまして、高松市が先頭を切って、乾杯条例を作って、今や県内では4つの市で、乾杯条例を持っております。非常に心強いと感じております。そうしますと、こういった条例ができますと、作り手の方、お酒の作り手の方も、力が湧いてきて、美味しいお酒を作っていただいております。そうしますと、飲む方の消費も増えるという好循環が生まれていきます。さらに笠間の場合は笠間焼きで乾杯するということを奨励されていますので、笠間焼きの方も元気になるということで、非常に素晴らしいことだというふうに思っています。今の地方で大事なことは、地域の資源を使って地域の活性化をどうということでありますけれども、笠間の場合はこの大きな2つの地域資源を使っておりますので、さらに持続的な経済の発展というふうにつながっていくんではないかというふうに思っています。県といたしましても、お酒、県茨城のお酒についてでは、売り込みを図ろうということで、今年から、酒蔵ツアーというのを始めました。一人の方々をターゲットにして、茨城の酒蔵をいくつも回っていただこうというので、大変好評でございます。もちろん笠間の酒蔵さんにも回っていただいております。この規模回数をも増やしていこうというふうに思っています。それから国内だけじゃなくて、今海外からも茨城にはお客さんがたくさん来るようになっています。今年の10月までに、ちょうど100のツアーが再開できまして、中国、台湾、シンガポールといったお客さんが茨城に来ています。今後も、どんどん高まりのお客さんが来るようにしていきたいなというふうに思っています。それから高間といえば高間焼きですが、県では高間市に養魚指導所というものを設置していますが、
ここでは笠間焼きの佐賀さんを育成しておりまして、おりますが、地元からもっと施設を充実してくれという話がありまして、今、もっと笠間焼きの技術レベルを上げようということで、今、分業指導者を発展させて、新たに陶芸に関する大学校を作る準備をしております。今日、上野の研究会員の村上先生にも大変ご尽力を賜っているところでございます。そういうことで、2020年にも、東京オリンピックが控えておりまして、茨城にそんなに有名なお土産があるとは言い難いと思いますが、ぜひ、笠間の地酒、笠間焼きをですね、茨城を代表する、日本を代表するお土産として、成長していただければなというふうに思っています。結びになりますが、笠間の地酒と、笠間焼きの知名度が、ますます上がりまして、笠間市がもっともっと発展すること、さらに本日、ワークボールの皆様方のご活躍、ご検証をご提案をいたしまして、お祝いをご報告させていただきます。本日は誠にありがとうございます。ありがとうございました。本日、たくさんの会員の皆様、またこの条例の制定にご尽力いただきました皆様にお越しいただいております。この後ですね、式典が終わりまして、皆様と共に乾杯しました後に、ご来賓の皆様、ご紹介、そしてご挨拶をいただきたいと思っております。それでは、これより乾杯引退へと移ってまいります。ここからは、笠間稲荷神社の皆様にお願いしたいと存じます。それでは、これより、避難されたことなんですが、今、新宿が入場してまいります。集合を一つお分けいただけるとありがたいです。ただいまより笠間市乾杯条例制定1周年記念報告祭を再行いたします。まず出発、ご参列の皆様は早い総場の間は、ご起立の上ご提供を願います。お願いください。
協議会の皆様、ご起立の上ご提灯願います。皆様ご起立の上ご提灯ください。どうぞお名前ください。境内にご参集の皆様、ご提灯ください。お名前ください。次に一杯ご参列の皆様、最初に合わされまして一杯ください。どうぞお飲みください。次に祝詞と奏上、ご参列の皆様、祝詞と奏上の間はご提灯いただきます。また、壇上の皆様、ご起立の上ご提灯ください。清き直き正しき心を振り起こし、同志は
次に玉野市法典、まずはじめに主催者を代表いたしまして笠間市地酒を笠間焼で乾杯推進協議会会長須藤天元の茨城県民会議員村上典雄殿、茨城県民商工労働部長佐々木田洋介殿、水戸市長代理観光課長白石義明殿、
水戸市議会議長田口文明殿。石岡市長代経済議長前澤陽一殿。労働組合理事長川端和也殿。次に祭祀玉串を立てまつりて拝礼いたします。ご参列の皆様で拝礼のお済みでない方は最初に合わされまして、ご拝礼ください。次に一杯ご参列の皆様、最初に合わされまして一杯ください。どうぞお参りください。ここで本協議会の名誉会長でもあり、高松神社神社に花村和夫よりご挨拶申し上げます。どうもこんばんは。今日は笠松市の本会議をいたしまして、まあ一周年というぐらいです。大変お忙しい中を市長と市長と、また県の方から参加協力労働省とはじめ多くの方にご参加とご参加と厚くお願いします。ありがとうございます。神社とお酒というのは大変関係がございます。皆様よくご存知の京都の松野神社というんですが、こちらの場所をまた奈良県の大宮神社という山を走ったりしている神社があります。そちらの映像もそうなんですが、大変そのお酒との関わりが深いお客様でございます。また我々もあれをご存知の大和の森というものの中でございます。これはいつもの神社でございますけれども、この神社にもお酒が出ております。日本に呼ばれた日本酒とともに、いろいろ生活を必要にしております。当、松本屋によりましても、東京、千葉、
高山は福島、松原、茨城の人たちのことなんですが、次のお客様がそれぞれ地方へ参りまして、そこで知恵を持っている人は、知恵が集められています。それを持ってお酒を作ったら大変おいしい、日本酒ができたというような支えをもらいます。そのように実家とお酒が大変感じることなんです。これから僕も皆様のともに日本酒を愛しながら、また楽しみながらご質問いただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。本日は本当にご視聴ありがとうございました。以上をいただいてご報告いただこうになくお参りいたします。改めて記念会の上進行を終わります。日本酒がおいしい季節になりました。
会条例が制定される1周年、本当におめでとうございます。まずもですね、笠間市議会の1年前の英断、そして、それを認めた被告の英断、本当に感謝を申し上げたいと思います。1年前にですね、実は須藤会長の方から、ぜひ茨城県の方でも、県の条例として販売条例を作ってほしいというようなことを言われておりますが、私も宿題として、受け止まっているわけでございますが、なかなか1年間のことができません。やはりですね、うちの橋本知事が Y の場合、この左手でですね、おちょこを持っていれば、この販売条例ができるのかというふうに思っているわけでありますけれども、それによっても最低のうちに持っておりますので、ぜひともですね、ご協力をお願いしたいと思います。わざわざこの日本酒の販売条例が、これからも皆さんが愛され、そしてこの地酒、そして笠間焼が、このように大きく発展することを皆さんともに願うことを期待したことがあります。ご自分でありますけれども、皆さんもますますのお発展として、まもなくご正月が来ますけれども、いい年を迎えまして、お正月には日本酒で必ず参加されるようにご期待申し上げて、お祝いのところに感謝させていただきます。今日はございます。さて、もう一方のご挨拶を伺いたいと思います。やはり、橋本市に乾杯条例がございます。結城市からお越しいただきました。結城市長、全般の皆様、お願いいたします。皆さん、こんばんは。もう結城市長の全般でございます。今日は、笠間の1周年、条例設定1周年記念と、祈願祭と、ご招待いただきました。本当にありがとうございます。まあ、有志におきましても、6月議会で、条例を作りました。まあ、有志は議会の提案ということで、まあ、私も酒が好きなんですが、うちの議会はまたまた集合が揃ってまして、今日もまたゲームでやってましたので、外を今、もう盛り上がったところだと思います。条例作ってからはもう毎日、リアル宴会があると最初にお酒、今までビールでスタートしたんですけど、全部お酒になるんですよ。ちょっと、こういうところ伸びすぎているような状況でございますが、一つ、雪山でもしっかりとした体力を整えて、今期会にちょっぴり予算をつけてありますので、これが終わった途端に、協力会作って頑張ろうということになっております。笠間の市役所にも前回、議会と訪問させていただきまして、いろんな協議をさせていただきました。ゆきでも今こういろいろ勉強させてもらっております。ここにもやったように、うちにも武田菅神社ございます。小野寺氏がこちらで修行した。まあ、そういうことで、小野寺さんにもやってもらう。今考えたところでございますけれども、どうぞ一つこれからも頑張りますので、よろしくお願いします。乾杯。ここでご祝電をいただいております。ご紹介いたします。茨城県議会に徳光雄司様よりいただきました。笠間市乾杯条例制定1周年、誠におめでとうございます。関係者の皆様に敬意と感謝を申し上げますとともに、ご参拝の皆様のご多幸、ご活躍をお祈りいたします。乾杯というふうにいただいております。さあ、それではこれからですね、会場、お集まりの皆様にですね、祈願しましたお酒で、乾杯の準備を進めてまいりたいと思います。さあ、それでは会場の皆様にはですね、お手付けで渡しましたお茶碗をご用意いただきまして、これより、そしてこのあと7時を目指しまして皆様と共にカウントダウン、そして乾杯と皆さんと共にここで乾杯したいと思います。で本日はですね、この乾杯の祈願祭、そして式典の様子をひらひら TV におきまして全国へ、そして全世界へ生中継をしております。つなげるのことをですね、この本日の実行委員の一人であります須さんにご紹介いただきたいと思います。皆さん、こんばんは。たまには、おはようございます。ありがとうございます。この乾杯
TV さんのお力を、お借りいたしまして、今皆さんがやっていた、乾杯式の乾杯、そしてこれからの一斉乾杯、そしてこの後の歌声などをですね、全世界に中継しております。今現在も中継しておりますから、はい、これがですね、まあ、もちろん、打ち込んで、自分からアクセスしていただくという方法ではございますが、本局にいても南極にいても、この後笠間市長の発声でですね、一緒に乾杯ができるということになっておりますので、皆さんもどうぞテレビカメラをつけますからね、心の中にもいい顔で映っていただきたいと思います。そのお酢道場がありましてですね、7時に乾杯いたしますので、今酒蔵のスタッフがお酒を配っておりますから、どうぞ皆さんのお手持ちのお湯飲みの方に笠間市のお湯飲み、今日は素晴らしい湯飲みを笠間市の組合さんが提供していただいておりますが、この素晴らしい湯飲みに、お酒を、笠間のお酒をつけていただきまして、一緒に乾杯をしたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。本当にありがとうございます。また。
実は去年の7月の25日にですね、実は市長のところにお伺いしまして、ぜひ乾杯条例を東日本で初めてやりたいんだということをお願いに上がりました。そうしましたらもう市長がですね、即やりましょうということで、議長ともどもまた参議院の皆様ともども、お力をいただきまして、12月の19日の上程、次もということで本当にありがたいなというふうに思っております。それに追随して、東日本でさまざまな県で、条例の施行が、進んでおります。でこれはもともと先ほどお話ししましたように、まだ乾杯しようというお話じゃなくてですね、地元の良さを本当に知っていただこうと。地元ってすごいねと、実は例えば笠間ですと自然薯があり、栗があり、先ほどお話があったその4蔵があります。なかなか4蔵はまとまっている人が非常に少ない。それからまた何しろ笠間焼きがあります。そして笠間のお稲荷さんがあります。でやはり私もですね、ずいぶん昔は反則用の軍事として焼き物で、実はフグの形をしたとっくりを作ったんです。でフグの形をしたチョコを作ったんです。こういうの皆さんに、お伝えいただきまして、ありがとうございます。マイクがどっか行っちゃいます。そういうことですね、笠間焼きを使ってお酒を作って皆さんに召し上がっていただきました。まあ、そうした中で、今回このような運びになったことが本当にありがたいことで、ただ単にその日本の食を笠間焼きということではなくて、そのことの後半にですね、皆さんに日本の文化を見せていただきたいな、それから乾杯って何だろうって改めてちょっと考えていただきたいなということで、笠間発見で、次は笠間発見で、茨城発見で、日本発見でということを世界に広げていきたいな。ただ単にその日本酒はどうのということよりも、日本酒自身がですね、実は例えばワインですと、樽で熟成させます。有名なワインコンビであってもやはり樽で熟成させる、つまりどういうことかというと、樽の味とか香りを作るんですけれども、それでワインというのが好まれている。でも日本酒は最初からそれから好まれているんですね。これにワインコンビのオーナーの大江明さんという社長が非常に驚かれました。今会場なんかがありますけれども、そうした意味で日本の素晴らしさというのは実は、自分の宿だと、世界中の方が日本の発想節や昆布やそうしたことで、プレーの中に取り入れて味を取ったり、また有名な皆さんマカロンってご存知ですか。マカロンマカロンって知ってますか。マカロンを持ってデビューしたイスパハンでデビューしたピエレルでは、日本のお酒を使ってマカロンを実はスタートの一部だと言われています。その他にフランス、ウイスト、スタートとか、その他の方々がですね、日本酒を使い勝ったり、ヨーロッパやアメリカの連携の中で、日本酒を日々開発するですよね、ということもあります。また、笠間焼きは、本当に、世界の人たちが注目をしていらっしゃって、私もその方が海外ですね、持っていって、販売するに、ものすごい考えることがあるんだと。どうしてこんな焼き物ができるんだと。このデザイン先生がどこからやってるんだと。また、後ろに書いてあるマウンドの後ろはですね、非常にかっこいいと、誰がデザインしたのか、こういうのを例えば、いきなりデザインしたらものすごいマウンドマウンドではないのかなということなんですけれども、日本は本当にそういうのが自分たちの身近に非常に大切なくらいあるというのが日本だと思います。そうした意味で、皆さんですね、この日本の素晴らしさをぜひ、世界に発信していただきたいなというふうに、Thank you.
で、マイクがダメなになった時は地声でお願いします。おめでとうございます。メンバー5人グループなんですけれども、今笠間の観光大使をやらせていただいてまして、僕たちも生ビールで乾杯ではなく、日本酒で乾杯しようということで、いつもしている風で頑張っております。これからもですね、日本酒と笠間焼きをこう PR できるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、全員一言ずつ今ね、全員一言ずつというふうに方から声がありましたので、一言ずついきましょう。はい、本当にね、今日は大切な日に呼んでいただいてありがとうございます。笠間焼きも信仰にも
推進協議会の皆さんともお話をしながら40自治体がまとまってですね、こういう乾杯条例の中イベントができれば全体のレベルアップにつながる狙いかなと思っております。ちょっと何分寒くて口が回らない。
ぜひ皆さんね、勇気のブースに注いでください。
その隣にはですね、はい、石岡の自宅で乾杯しようか。はい、これは冬、冬木も石岡も乾杯が制定された。寒いですから、かけて、かけてって言ったらね。
Thank you.
Thank you.
さん、改めましてこんばんは。笠間乾杯条例1周年の式典、無事こちらの拝殿で行われました。さあ、そしてですね、現在は式典の後の宴がですね、楼門の外側でですね、行われています。さあ、笠間稲荷神社笠間乾杯条例1周年記念式典の様子をお送りしています。さあ、今日の司会を務めさせていただいています、フリーアナウンサーの神原千恵です。こんばんは。そして式典に参加されました皆さんにお話を伺っていきたいと思います。まずは笠間市地酒を笠間焼で乾杯推進協議会の会長、須藤会長です。よろしくお願いいたします。どうぞお進みください。さあ、そして、笠間市の市長、山口真嗣市長にもお越しいただいております。どうぞお進みください。そして笠間焼協同組合川沢市長にもお越しいただいています。こんばんは、ありがとうございます。どうぞ身の身お持ちに、ね、一緒にお越しくださいませ。さ、まずはですね、条例1周年ということですので、まず市長に伺っていきたいと思います。さあ、市長、乾杯条例が1周年、ちょうどね1年前にございまして、はい、1周年となりました。感想としてはいかがでしょうか。ですね、まあ、今回の地元の地酒で、そして笠間の場合は笠間焼で乾杯条例ということを1年前に制定を議会が中心になっていたしました。まあ、東日本で初めての条例制定ということでございました。この1年間ですね、私ども地元にとってもこの乾杯をするときに、今までと違って日本酒で全て乾杯ということで、非常にこう地元の地酒に対する関心と、改めてその笠間焼の食い飲みといいますか、そういうものに関するこう関心が高まったのかなというふうに思っておりまして、非常に条例制定が地域の地場産業の振興にもつながっているというふうに思っております。そうですね、ありがとうございます。さあ、そしてこの乾杯にはやはりお酒と、そして笠間焼の食い飲みが欠かせないわけですが、まずはですね、食い飲みをお持ちで、ね、来ていただきました。笠間焼協同組合の川沢理事長にお伺いします。この条例、そしてこの、ね、笠間焼の食い飲み、やはり広がり感じますか。はい、昨年の12月にこの条例を決めていただきまして、今年の4月5月の日祭りにこの袋と一緒にこのぐい飲みをたくさん売らせていただきました。その中でも、大体240人ぐらい笠間の陶芸家の方々が参加をなさるんですが、その中の200人ぐらいがぐい飲みをたくさん作っていただきまして、お客様に大変好評で、私どもたくさん嬉しく思っております。作家の皆さんが、ね、そうやってたくさん作ってくださることで、火祭りなどを、ね、もう全国からお客さんが来ますので、はいはい、ね、今頃きっと全国で笠間焼のこの食い飲みで乾杯を、ね、してくださっているということもあるかもしれません。ありがとうございます。さあ、そして乾杯に欠かせないのがお酒ということになりますが、須藤会長は、ね、お酒の蔵元さんでもいらっしゃいます。笠間の、ね、地酒のこの条例と、そして酒蔵にとっての感想というのはいかがでしょうか。はい、今までもですね、笠間の皆さんにたくさんご愛顧いただいたり、県内の皆さんにたくさんご愛顧いただいたり、また国内の方々にもね、大変たくさんご愛顧いただいておりますけれども、乾杯条例の制定によってですね、より一層多くのお客様が、お召し上がりいただいているなというのは実感いたします。と申しますのは、各蔵にですね、お客様がたくさんお越しいただけるようになったんですね。これは非常にありがたいことで、まあ、その動線の中にですね、いろんな笠間の産物がたくさんあるんですね。まあ、工業も含めて、そうするとそういうものを一緒にめでようという方がたくさんいらっしゃって、まあ、実は先日もバイクですね、自転車でいらっしゃった方がいらっしゃって、その方はリックを背負って中にですね、野菜も入ってるんですね、笠間の野菜が。でもうそういう方がですね、たくさん増えてる。で、県外からですね、まあ、例えば群馬とかそれから栃木とか東京とか神奈川とかいろんなところからそういうお客さんが非常に増えてるので、非常にありがたいなということと、それから従来乾杯というのは日本酒でしか行わなかったんですね。でそれをやっぱり行っていただけるようになったと非常にありがたいことで、実は宮廷の晩餐会とかいろんなレセプションでも、必ず乾杯の時に使うのは醸造酒なんですね。それ以外は使わないっていうある意味で、決まりがあるようでして、それは国際的な決まりプロトコルがあるんですね。ですからそこで使うのは大体、日本酒か、ワインかシャンペーンかと大体もう決まって、でそれはやはりいろんな深い意味があるので、まあ、いずれいろんな形でですね、そういう日本の文化の素晴らしさとか精神性だとかですね、そういうことをもっともっと皆さんによく知っていただいて、そしてその素晴らしさっていうのを皆さんでめでて、
次の世代の方々がその親の姿を見て、やはり次に継承していくということができたら非常にありがたいなというふうに思っています。そうですね、そういったね、文化がね、つながっていくっていうところもね、大事ですね。さあ、スタートして1年となりました、須藤会長にですね、今度はこの推進協議会の会長として今後どんな展開を考えていくか、ぜひお願いいたします。もう本当にここにいらっしゃる山口市長をはじめ、川野理事長をはじめ、多くの方々にですね、また笠間の4クラ全クラがですね、一丸となってもうこういうような形で進めてこられたというのは本当にありがたいことで、これを契機にですね、さらにその県内全域、それから国内、海外へとこういうその本当の地元をめでる日本の素晴らしさを世界に伝えるという輪を広げていきたいなと。 できればですね、和食の日本の文化、ユネスコの文化遺産になりましたので、日本酒も、ぜひ文化遺産に登録したいなと。また焼き物もですね、一緒に行うことができたら非常にありがたいなと。そういう意味でやはり、それだけ笠間っていうのは国際的な価値がある場所だなということを、思っておりまして、つくづくその地元で生まれたことにですね、まあ、ありがたいなという感謝の念で今対応しております。ありがとうございます。ぜひ、ね、笠間を世界に、ね、これから発信していきたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは続いてですね、お話をまた伺っていきたいと思いますので、皆さんマイクをお預かり、はい、あ、そうですね、お預かりしてくれてます。ありがとうございます。さあ、まずは最初にですね、笠間市地酒を笠間焼きで乾杯推進協議会の須藤会長、そして山口市長、神田市長にお話を伺いました。さあ、それでは続いて地元笠間市の4つの蔵元の皆さんにね、お話を伺いたいと思います。それではどうぞこちらご登場ください。ありがとうございます。それでは皆さんにですね、お話を伺っていきましょう、はい、まずは自さんからいきますか。はい、ありがとうございます。さあ、乾杯条例1周年、はい、蔵元の皆さんにとってはですね、はい、いかがでしょうか。そうですね、でこれを制定されて売り上げが伸びましたって言いたいところですが、やっぱりまだまだね、僕らの努力が足りないのか、まだまだ、皆さんにね、日本酒で乾杯していただけるのがね、まだまだもっともっと頑張って皆さんに、ね、飲んでもらえるように僕らしたいなと思ってます。ありがとうございます、はい、さあ、そして続いて笹見さん話を伺います。笠間市の地酒についてですが、まあ、笹見さんから見てですね、笠間のところなど教えていただければと思うんですが、いかがですか。そうですね、笠間市は4蔵、しかも4蔵がね、いろいろな方向を向きながらやって、しかもこうやって仲良くやってる、他のところに比べて珍しいところかなと思います。実際は商売がたきといえば商売がたきですけど、あんまりそんな感じがしないっていうのは笠間裏ではなって罵り合ってるでもそうですね、よく考えてみたらね、本当に同じ市内でね、同じ仕事をなさっていらっしゃる皆さんですかね、ね、もしかするとライバル関係にというところが、皆さんもしね、一緒に一つのものを作り上げてっていうね、今回のイベントはまさにそんな感じですよね。仲いいですよでもそんな感じがします、本当に楽しそうな感じがします。さあ、そして続いてではですね、はい、武藤さんに伺いましょう、はい、武藤さん、乾杯条例1周年ですが、良かったこと、条例がやっぱり決まって良かったなというところって何か感じとかありますか。そうですね、いろいろ、まあ、今日もそうなんですが、笠間いろいろ、1年間通してイベントが多いので、そういうイベントに出てですね、4蔵で笠間の地酒を PR できる機会が、以前よりもかなり増えて、皆さんに PR できたところが良、かったところかなと、まあ、またこれから、いろいろ、その先ですね、さらに笠間の市民の方にもね、広めていければと思っております。はい、ありがとうございます。さあ、そして須藤さんにもお話を聞きたいと思います。須藤さん、先ほどね、今後の展開のお話も伺いましたが、まあ、これからね、皆さん、その酒蔵の皆さんとこんな風にしていきたいとかね、何か今後の、まあ、目標みたいなものをさらにあったりしますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。まあ、今回ね、笠間四蔵が本当に仲良く楽しくできた、それからまた地元の方とね、より一層距離がこう近づくことができて非常に良かったなと思ってますので、まあ、これからもですね、4回は仲良く笠間の皆さんにですね、より近づける形でお客さんのそばにね、いることができるようにみんなで努めて、皆さんからですね、ぜひ常に支持をいただけるような、そんな我々4蔵でありたいなというふうに思っています。
そうですね、はい、今日本当にね、7時の時の乾杯の時、お客様ね、どうぞ前の方へって言うと前の方に来てくださいますし、はい、本当にあの、なんて言うんでしょう、この会場がね、一つになったような、そんな感じのね、する皆さんと、あの、飲む人、作る人、ね、またね、あの、業界の皆さんがね、近づいた感じがしましたもんね、はい、ぜひね、これからもこういったイベント、そしてね、はい、一緒酒を作っていただくことで、はい、ぜひ皆さんとね、近づいていただければと思います、はい、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。笠山市の4つの酒蔵の皆様にですね、お話を伺いました。ありがとうございました。さあ、この乾杯条例なんですが、笠間市だけでなくですね、全国の市町村でも制定しています。この後はですね、またあの、さらにですね、乾杯条例を制定している、市町村の皆さんにお話を伺っていきたいと思います。一旦ね、会場の様子ご覧いただきます。茨城県笠間市にあります笠間稲荷神社よりお送りしています。笠間市の乾杯条例1周年の記念式典終わりまして、こちら宴も始まっています。そしてここからはですね、この乾杯条例、茨城県の笠間市だけでなく全国の市町村で制定されています。で、茨城県内では笠間市が最初に条例を制定しました。その後、水戸市、石岡市、結城市など笠間市以外でも条例を制定している市町村があります。今回の式典にもですね、その市町村から皆さんにご参加をいただいております。ここでお話を伺いたいと思います。それでは水戸市からは一品の吉久保さん、そして石岡市からは石岡市の筑波の冷水さん、そして結城市から武勇の保坂さん、お越しいただきました。こんばんは。寒いところありがとうございます。でもね、日本酒の美味しい季節になりましたね。そうですね、はい、もうお酒の季節ですね。さあ、そしてまず水戸の話からいますと、吉久保さん、水戸はこの条例いつ頃制定？水戸は3月です。今年の3月に、はい、
さあ、水戸市の皆さんですね、はい、この条例の制定、どんなふうに受け止めますか？もうお酒が飲みたくてしょうがない水戸市民は、もう乾杯を、楽しみに、はい、みんな暮らしてるはずです。そして酒蔵の皆さんにとってはどうですか？あの変わったななんていうところ。そうですね、あのいろんなところで、おちょこで乾杯をする機会がものすごく増えてるので、こう美味しい水戸の食べ物と、水戸のお酒が、たくさん飲まれてるような気がしています、はい。まあ、少しずつきっとそんな動きも出てきてるかなという感じですかね。ありがとうございます。さあ続きまして、石岡ですね、冷水さん、はいはい、石岡は、石岡市では何月に今年の水戸と同じく3月ですね。あ、3月に条例が制定されて、はい、水戸の方に1週間ぐらい早まられてしまって残念な思いをしてます水戸の方がタッチの差でちょっと早く制定されて、そしてその後すぐに石岡でもということですね。でやはり石岡の皆さんからもその地酒で乾杯をというような声が、石岡はあの昔あの江戸時代から、関東有数の酒の町ということで有名だったんです、はいはい。ところが近年、あまり日本酒が顧みられなくなってしまって、石岡の歴史と伝統に、歴史と伝統ではお酒っていうのはつきものなんですけども、それを石岡市民も忘れているんじゃないかということで、この条例をきっかけにもう一度思い出してもらおうと、そういうことですね。そうですよね、祭りの町ですからね石岡は。祭りにはやっぱりお酒がつきものということはありますもんね。やはりそうすると、あの条例の制定は市民の皆さんにもあの喜ばれて受け止められている。そうですね、やはり石岡は酒の町だっていうのを再認識していただいた、いただくきっかけになったような気がしますね。そうですね、ありがとうございます。さあ続いては、結城市ですね、穂坂さんにお話を伺います。さあ結城ではですね、条例の制定というのは何月頃？条例は6月ですね、はい、6月に、はい。で結城にもやはりそういった乾杯を地酒でという声が高まったところがあったんでしょうか？はい、結城の場合、あの茨城県の一番西に寄ってまして、ね、はい、もう10分で栃木県の大山市なんですね、うん。栃木県はあの全体の県の条例で去年から盛り上がってまして、そういうのがなんとなくあの隣の県でこう聞こえてきまして、まあ、結城の市長、議長、それから我々市民も、まあ、あの茨城県には住んでるんですけども、なんかこう隣の県の乾杯乾杯というような声が聞こえてきて、我々の市町村でも、まあ、県の中で4番目ですけども、そういう議会を通じて、条例を作っていこうと。いう自然とこう機運が上がってきてました。なるほどです、はい、そうですね、もうね、隣県境がまさにね、もう栃木県ということですから、いろんな影響をね受けると思うんですけれども、はい、その中でやはり政令、あの条例がね制定されたことによって、やはり結城市内でも皆さんの気分というのは違ってきましたでしょうか？はいはい、まあ、まだ、まあ、半年弱なんで、結城の場合にはあの、まあ、結城紬が有名なんですけど、結城紬をあの織るのってすごい時間がかかるんですね。そうですね、本当にね、紬で紬でやっと1年2年がかりでできますので、結城の場合今、いろんな顔乾杯っていうのもいろんな角度から、まあ、紬にしてもいろんな地場産品もありますので、そういうふうなものを紬で紬で紬で最終的に、まあ、大きなみんなの一つの乾杯っていう形で、支配を傾けられればなということで、今いろいろこう準備段階の途中なんですけどね、はい。そうするとね、まあ、ちょうど半年くらいということですから、はい、これからまたどんどんね、はい、やってみたいことなどたくさん出てくる、はい、もうすでにありますか、予定としては？まあ、今日あの市長さんも来てまして、まあ、結城の乾杯条例ではですね、一番原点のお米作りからやろうと、お米を作って、まあ、有機の地でですね、有機の地でお米を作って、それももちろん有機栽培で作って、まあ、そういうお米を通じて地元のお酒を作って、でそれをまあみんな、その子どもたちをみんなで、お酒を飲める人も飲めない人も携わることによって盛り上がりをもっと大きくしようというような構想は練ってます。有機の地で有機栽培ですね、はい、はい、ありがとうございます。さあそして、冷水さんにもちろんですね、あの今後石岡の皆さんの中ではどんな風にこの、ね、乾杯条例広めていきたいななんていうことはありますでしょうか？あの
石岡さん、先ほど見ましたように酒の町ということを三認識でもしてもらって、やっぱり酒も食文化の一つですので、やはり石岡の良さを全国にアピールしたなということで、それの先輩になるのは、水が良くなければ、農作物は良くないと、水が良くなければお酒も美味しくないということで、自然の豊かさ、農作物の豊かさを自然体でアピールしていくきっかけになればということですね。そうですね。それによって本当に、ね、市民の皆さんにとっても地元の良さを、ね、認識し、そしてまた外にも発信していく機会になりそうですね。ありがとうございます。さあ、そして水戸の吉川さん、これからどんな風にこの、ね、乾杯条例乾杯条例展開していったらいいなと、はい、水戸では考えていらっしゃいますか。いや、もうとにかく飲んで飲んで飲みまくる乾杯しまくり水戸市を進めていければいいなと思います、ね、そうですね、はい、水戸で特に、ね、人口、ね、多い場所でもありますから、そして、ね、飲み屋街などもね、はい、たくさんありますから、その中でどんどんね、はい、広めていって、そしてね、茨城も乾杯条例ともうね、県も制定してくれるくらいになると、ね、はい、ぜひ本当に、ね、乾杯条例によってそれぞれの地元の皆さんが自分の地元のことですとか文化ですとか学ぶ機会になって広めていくきっかけに、ね、なるんだなというふうに感じました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではですね、ここで最後に茨城県酒造組合広瀬会長にですね、お話を伺いたいと思います。会長ありがとうございます。さあ、会長、今日はですね、笠間、そして、水戸、石岡、結城の皆さんなど合わせてですね、14の皆様ですね、この笠間稲荷神社に集まってくださいました。こうしてですね、乾杯条例少しずつ今広がりを見せています。会長としてはどのように受け取っていらっしゃいますか。大変ありがたいことだと思っております。この日本酒で乾杯をするということはですね、単に本当に日本酒を飲むということではなくてですね、いろいろな意味が あると思います。と申しますのは、ご案内の通りですね、今の日本風なものっていうか、ちょっと過激なことを言いますとですね、今日本人に足りないものは日本だというふうに言われているんですね。というか、日本には昔から日本独特 の、作法だとか挨拶だとか、そういったいいものがたくさんあるわけですけれどね、そういう日本的ないいものをね、世界に発信しようということで、去年からご案内通りクールジャパンという運動を、ね、国も進めておるわけですけれども、そういう中で、日本の和食がユネスコの無形文化財に登録されたというようなことがありまして、ね、この和食の原点になるのがこのやっぱりお酒なんですね。で、日本は稲作を中心として、ずっと栄えてきたというかですね、今まで、そういう国がですね、ですからそういう意味でですね、例えばその和食などというのもですね、食文化としては世界に冠たるものだというふうに私は思っておるんですよね。ですからこういういいものをね、どんどん世界に発信していこうと、その象徴となるものが、このお酒というふうに捉えているものですから、そういった意味でですね、こういった運動を通してですね、日本のその良さが再認識されると、皆さん方にね、ということは大変大事なことだと思いますし、これからそういうことを私どもどんどん進めていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。ぜひですね、今後ね、こういった乾杯条例、そうすると県内各地にもっと広がったらいい。その通りなんです。それで、今回は4つの市が条例を作っていただきましたけれど、小坂井さん、県内に分布はしておりますけれどもね、小坂井さんが全然ない自治体もございまして、はい、そういったところも含めてですね、できれば県の条例ということをこれから
決めていただきたいということを、静岡組合としてはこれからの運動の柱にしていきたいというふうに思っております。茨城県は関東地方で一番酒蔵の数が多い場所でもありますのでね、そうするともう県を挙げての条例制定というのにも積極的にこれから、はい、その通りです、まあ、よろしくお願いします。会長ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。茨城県酒造組合広瀬会長に伺いました。さあ、笠間稲荷神社からお送りしています。笠間、地酒で乾杯の条例1周年となりました。笠間の自然から生まれたお酒と器で乾杯し、そしてこのふるさとに集う人と人とのつながりを感じていただく、またふるさとへの思いにあふれた町づくりの一環として始まったこの笠間市の乾杯条例、乾杯することでみんなが笑顔になります。笠間市が、そして茨城県全体が活気あふれることを願っています。以上、笠間市の笠間稲荷神社より乾杯条例1周年記念式典の模様をお送りしました。